捜査系か。はい、見ていただいてありがとうございました。ハンターハンターモノマネ、捜査系の人の水見式ということでね、今回はですね、前回の強化系の水見式に続いて第2弾ということでね、で、捜査系というのはですね、どういう能力かというと、オーラを使って物や生き物を操るといったね、能力になってるんですけども、で、水見式をした場合は水面に浮かんだ葉っぱが動くというね、変化が現れるわけなんですけども、今回の動画で、どうやって葉っぱを動かしたか、解説していきたいと思います。まずですね、小道具を、紹介したいんですけれども、今回使った小道具は、こちらですね。はい、前回の強化系の水見式と同じ装置です。はい、でどうやって葉っぱを動かしたかというと、裏面にまず秘密がありまして、裏面がジャン、こういう感じになっております。はい、でここにですね、スイッチがあるんですけども、はい、でこの中をですね、パカッと開いて、はい、電池が、はい、ね、電池が映ってると思うんですけども、はい、その電池がですね、ここにつながっていまして、スイッチで、ここのスイッチがまたコップにつながってるわけですね。でここのスイッチをオンにするとブイーンって、はい、どうなってるかというと、そこにあるですね、スクリューがくるくる回るというね、感じになってるんです。はい、でこちらにも水を入れてきたんですけども、こちらのスイッチをオンにするとこうやって、だいぶ水の量少ないからゴボゴボなってますけど、こうやって葉っぱが動くといったね、仕組みになっておりました。はい、すげえ、すごいスクリューしてますねこれ。はい、というわけでですね、ハンターハンターモノマネはじめ、いろんなモノマネこれからも上げていくんで、よかったらまた見てください。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。